現時点での見張りはおそらくこいつ一人だけと思われます。偵察の際も常に一人交代で見張りを行っていました。となるとここはそれほど教団にとって重要な施設というわけではないのね。どうしてなのです？見張りが弱っちいからなのです？それもあるわ。だけど一番の理由としてはここを誰かが見張っていると分かったから。つまり本当に重要度の高い施設であれば見張りの必要な場所だとそもそも他者に悟らせることすらしないと。ええ、この世界におけるディアボロス教団の存在のようにね。だけどここが隠されていた場所であることに違いはない。そして悪魔月も現在進行形で運び込まれているとなると、やはり陽動を行うべきね。陽動っておとり作戦です？そんなことしなくても片っ端から狩ればすぐ終わるのです。通常の殲滅作戦であればデルタの言う通りだけど、今回は悪魔月の救出を行わなければならない。以前の救出作戦で追い詰められた教団の研究者が悪魔月に薬物を投与したことがあったでしょう。暴走させられた悪魔月を鎮める手段は残念ながら今のシャドウガーデンには存在していないわ。そうか、だからおびき出してその隙に助けるですね。それにおびき出した方がたくさん狩れそうで楽しいです。陽動はデルタとベータにお願いするわ。私ですか？デルタがやりすぎないようサポートするだけで大丈夫。それにデルタの取りこぼしを的確に仕留めるのならこの中ではあなたが最も適任でしょ。もうデルタ獲物を取りこぼしたりしないですよ。とのことですが、了解です。デルタと一緒に陽動作戦を展開します。私とイプシロンは誘い出された敵の展開の隙をついて施設の奥へと侵入、悪魔月の救出を最優先に動く。シャドウガーデン作戦開始。敵集団どこから現れた？さあ狩りの時間なのです。デルタ、施設自体は破壊しないようにお願いしますね。分かってるのです。悪魔月を助けるために頭を使って戦うのです。まずい、応援を呼べ。あら、そういうことでしたら。ベータ、どうして見逃した？それはもちろん、あの教団員がもっとたくさんの獲物を連れてきてくれるそうですから。おお、それなら偉いのです。獲物を連れてくるやつも我慢したベータも。ベータ、狩りが苦手だと思ってたけどなかなかやるのです。正直なところまだちょっと苦手だけど、それでもシャドウ様のためなら。あの檻の中にいるようね。空きの檻が多いです。もしかして以前から運び込まれていた？もう少し早く調査できていればもっと多くの悪魔月を助けられていたのかも。イプシロン、私たちはシャドウ様に様々な力と英知を与えられた。だけど世界の全てを見通せる神になれたわけじゃない。私たちにできることは今の自分たちがやれることを未来のためになすことよ。これからもこういう状況は多くなるけど決して焦らないこと。いいわね、アルファ様。
今やれることを未来のためになす。わかりました。それでそろそろ仕掛けますか。教団員も大半がデルタたちに誘い出されたようですから。ええ、飛び出しのタイミングはあなたに任せるわ。行きます。続くわ。お前らどこから。